こんにちは、モニコです。シェード初級講座、今回は表面材質の2回目になります。今回ですね、単色であれば非常に簡単にですね、設定ができますけれども、何か表面に模様を入れたりですね、文字を入れたりとか、そういったことをやりたいというのは必ず出てくると思います。さあ、まず文字に関してなんですけれども、文字数が少なければですね、シェードの中で直接打ち込んでしまった方が実際早いと思います。どういった作業かと言いますと、シェードのテキストのエディターがありますので、こちらをオンにしてですね、例えばこのシェードという状態で文字に厚みをつけて設定をして立体化します。さあ、こうしてですね、今シェードの文字の立体が出来上がりました。ちょっと大きさを全体にちっちゃくしてみたいと思いますけれども、これで何をやるかと言いますと、以前やりましたこのブーリアンですね、これを使います。ではこのブーリアンの設定をやってみたいと思います。プレビューレンダリングして文字を見やすくしてですね、これで今立体になってますよね。ではこの文字の部分だけピンク色にしてみたいと思います。さあ、これでも単純に文字の立体がくっついているだけになり、ブラウザのところでですね、ブーリアンというボタンを押していただいて、このシェードという文字の部分が選ばれている状態でイコールボタンを押します。さあ、そうするとこのように表面に一体化することで、もうテキストを打ったような状態になります。単純に文字だけを形状に印字したいという場合は、この方法が何よりも一番早いです。さあ、これがまず一つの方法ですね。では画像を貼り付けたい場合とかですね、どうしたらいいかと言いますと、この球体に対してまず立方体をですね作りまして、こんな形で掛け合わせをします。そしてこの立方体にですね、画像を貼り付けていきます。作成をして、この統合パレットですね、読み込みという形で画像を読み込んでいきます。例えばこの犬の今写真を貼り付けました。さあ、これのですね、まずこの写真が今貼り付けられましたけれども、これ今ですね、立体に貼り付けられている状態になります。これの調整をしていきます。一方向、正面から見た方向だけ見れればいいので、ここでまずラップという状態からですね、Z 方向からの投影という形にしました。そして編集ボタンを押していただくと、ここでこの四角に対して画像がどの位置で今貼り付けられているかという情報が見れます。ここで大きさを調整して合わせていきます。こんな感じですね。そしてあとはこのセンターに来るように、今左下の画面で操作していますけどね、調整してあげます。さあ、この状態で OK です。さあ、写真が設定できましたので、ここで画面をプレビューレンダリングに切り替えて、ブラウザー上でですね、このブーリアンを有効の状態で、イコールというボタンを押します。そうすると、画像が貼り付きました。こんな感じですね。綺麗に貼り付きました。さあ、これですね、若干気をつけたいことがあります。これは後の項目でも出てくるんですけれども、この画像の貼り付けというのはですね、先ほどの、ちょっと戻りますけれどもね、この編集という画面で見ていただきましたけれども、今左下の画面見てください。これですね、画像の位置を変えると変わってしまいますよね、位置が。これはですね、空間とこの立体、での対応となってますので、
これ移動させてしまうと画像の位置が変わってしまいます。例えば編集をオフにして、これでこの球体と四角をですね、空間上で移動させてあげるとこうずれてしまいます。さあこれどうすればいいんでしょうか。こういった場合はですね、必ずツールボックスのこのパートの中からですね、パートというのを選んであげて、パートがブラウザー上でできましたので、このパートの中に球体とブーリアンを施しましたこの形状を入れて、このパートごと移動させてあげます。そうするとこれ一瞬、これ計算がちょっと追いついてないのであれですけれども、実際移動させてもですね、こんな感じでずれることはありません。このパートの中に入れることでですね、空間が固定される、このパートの中での空間が固定されるという形になりますので、これをですね、ぜひ覚えていってください。さあこんな形で今綺麗に画像が貼り付けましたけれどもね、ではこれ今このブーリアンの部分だけオフにしますね。ではこの球体に直接貼り付けた場合はどうなるかやってみたいと思います。今と同じ画像を貼り付けます。これ球体をくるむようにこれ今貼り付けてます。ではこれを先ほどと同じように Z 方向に変えてみたいと思います。さあこんな感じでやりますが、これですね、平面大きさを変えればこれなんとかなるんですが、こんな感じになりますけれども、レンダリングさせてしまいますとね、こんな感じになります。こんな感じになりまして、小さくすればですね、なんとかなるんですけれども、どうしてもですね、画像によってはうまく貼れない場合があります。これは当然ですよね、平面と球体ですからね。ですから先ほどの四角を使ってですね、表面材質ブーリアンでやったりですね、これは形状によっていろいろと変える必要があります。さあこうした写真みたいなものではいいんですけれどもね、切り抜いた画像ではどうなるか、この辺は次回やってみたいと思います。今回はここまでになります。